木製の溶線共用線共は、端にバネ仕掛け等のクリップを備えた硬い板状の文房具。主にクリップに紙類を挟み込んだ状態で、その紙に筆記するための下敷きとして使用される。紙バサミ、ペーパーホルダー、クリップボード、板、ジ、バインダーとも呼ばれる。歩き回りながら筆記するような状況で使われるほか、回覧板にも用いられる。 様々なサイズのものが存在するが、一般的には A4 ないし、B5 サイズのものが多いが、B4 サイズや A6 サイズなどもある。また、飲食店や商店での伝票処理には、特に縦長のものが用いられる。携帯用の筆記を硬質した実機という意味では、画板にも似るが、画板が基本的に木製であるのに対して、要戦鏡は金具で補強され、ビニールで表面を覆われた板紙や、 プラスチックや比較でできていることが多く、全体的に軽い作りになっていること、クリップが必ずついていること等の際がある。ただし、画板にもクリップ付きのものが存在するなどその境界は必ずしも明確ではなく、通常はその用途によって一般記録用、事務用のものを要選挙、もっぱら絵を描く際に用いるものを画板と呼び習わすことになっている。また、 プラスチック製のものでもクリップ部分だけは金属製のものとクリップ部分もプラスチック製のものが存在する。挟み込む紙の量がそれほど多くない場合はクリップによる保持も確実に行われ蒸気のような用途で便利に使われるが無理にたくさんの紙を挟み込んだり紙以外の厚みのあるものを挟み込んだりするとクリップの押さえ込む力がうまく働かず挟み込んだ 紙類をばらまくような結果に陥る。欲張らずに一つの溶線鏡あたりの枚数を抑えた方が賢いと言える。一般的にはクリップ部分がプラスチック製の製品は金属製クリップの製品に対して挟み込める量が少ない傾向にある。クリップのバネの代わりに磁石を用いたものも存在する。クリップがついている位置が板の長辺方向となっているものも 短編方向となっているものも両方とも製品として存在する。挟み込む紙の向きが横ならば長辺方向にクリップのあるものを縦ならば短編方向にクリップがあるものを使い、いずれの場合も紙の上辺をクリップで挟み込むのが通常の使い方である。要線鏡が使われるのは主に立って歩き回りながら紙類に筆記する必要がある場合である。例えば工事現場。 工場、病院等の医療現場、民族学、社会学、地学、生物学等における実地調査、スポーツ大会などにおける記録に使われる。また、数枚、数十枚の紙を一時的に束ねることができ、硬い板が紙の損傷をある程度防ぐという特性を生かし、回覧板としても用いられる。野外等での記録や回覧板としての使用に馴染みのない人であっても、 確実に目にする用途が、飲食店で注文伝票へ書き込む際に挟むものや、クレジットカードを使用する際に署名をする際に用いられるものなどである。これらのものは用紙に合わせて、縦に細長い形のものを用いるのが普通である。ありがとうございます。